もう、フル化けのね。はい、ということで、お待たせしました。バーレーのトラボーイ、これを今日ね、紹介します。これのまあいいとこと悪いとこ、これを紹介していきます。はい。で、これね、もうお客さんが買ってくれたんだけど、やっぱ必要かなと思って、お店でもう一個、注文します、これ。これお客さん用に注文したんだけど、これはお店で僕が使いますので、これ購入してもらったお客さんには新品を送ります。で、今日はねちょっとややこしい動画でね、バーレーにね、バーディーにバーレーをつけてみたという動画にします。パチ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 、ね、よいしょと。僕の実験号です。これはね、いろいろカスタムしますので、これまた後ほど動画撮っていきます。どういうとこカスタムするかとか。あと今ね、最近いろいろ試してることもあるので、それもちょっとだけお伝えします。シャキーンと。もうね、昨日セットしに来ました、ここに。バーディーのね、あれ、バーレーの。ちょっとややこしいな。撮っとこう。はい、そうです。ここは宇品のね、メガネ駐車場に来てます。僕がメガネなくした駐車場です。今日はね、メガネなくさないようにコンタクトで来ようと思ったんだけど、やっぱね、それダメだと思ってメガネちゃんとかけてきました。まずね、このアダプターをセットします。これね、アダプターで、ここにこれをパチッとつけていきます。ちょっとアップで撮ろうか。まあ、1個まあ注意点、このトレーラーの注意点はですけど、チャイルドトレーラーもそうだけど、原付扱いになるのでなります。だから公道を走るときは原付と同じ、原付が走行できる場所と同じとこを走行してください。で、基本的に信号は2段階右折になりますと。で、サイクリング道ロードとかは、その地域の自治体に、一応聞いてみてくださいと。こんなんでいいか。え、これでいいんか。こういう感じで、パチッとはまります。最近ね、知ったんだけど、なんかね、ここが伸びるっぽい。これ前回伸びたのかな、これ。ビヨーンと。ビヨーンと伸びちゃいますと。すごいね、これ。なるほど、なるほど。で、だいぶ昔に撮った動画、僕がね、前の職場の駐車場をね、ぐるぐる回った動画がありますけど、一応ここはね、駐車場なんで、大丈夫だろうという、愛な、それ動画撮ってます。わざわざね、宇品来て。実際乗るとね、めちゃくちゃ軽いですよ、これ。本当に。だからマジで何ていうかな、前後キャリアつけて荷物積みたい人とか、前後荷物積みたい人とかで、どんなキャリアつけていいか迷ってる方は、もうこれでも一発解決ですね。もう結構ね、小回りしても倒れないです、これ。ちょっと小回りしますね。こういう感じで。はい。めっちゃ軽いよ、これ。やっぱバーディーにバーレーはちょっと面白いギャグだな、これ。やっぱちょっとよくわかんないと。よいしょと。スタンドがあった方がいいんか。おお、いいじゃん、いいじゃん。そうでね、来週ぐらいにこれを使ってなんか輪行したら面白いかなと思ったんですよ。バーディーもね、入れて輪行して、これもコンパクトに畳めるので、どれぐらいコンパクトに畳めるかっていうと、これまだね、絵があるけど、こういう感じで畳めるんですよ。2個ね、持って輪行しようかなと思ったんですけど、僕自身があまり輪行好きじゃないから、できなくはないんだけど、だったら僕の自転車の楽しみ方っていうのは、やっぱり1個はね、車と自転車なので、
でも車がない人とか、あえて車を使わずに自転車を楽しむ、でもその時に荷物を大量の荷物があってどうしたら分かんないっていう方は、前後にキャリアつけるとだいたいね2万円ぐらいするじゃないですか、キャリアつけて。でキャリアプラス、パニアバッグ前後につけた、つけちゃうとパニアバッグね4万ぐらいということは6万ぐらいするんですよ、このパッキングするだけで。でもこれはこれだけで5万5千円でしょ。で自分自身、まあ、工夫すればある程度工夫 すればダッフルバッグとか大きなドライバッグつけて走行することができるから、まあ、まあ最悪まあ手持ちの、ね、バッグでバッグをくくりつけてサイクリングすることができるんですよ。そう考えたらこれいいんじゃないかなと思うんですよね。さらに、さらによ、これこう外せるんですよ。だからキャンプ地に行って、荷物をね、こうやってコロコロコロって転がすことができるんですよ。なんかプロパンガスのあの流れみたいな感じですけど。そう。そういうので考えたら、このバーレーのトラボーイっていうのは、なんか荷物が多い人の、荷物が多いサイクリストのすごく重宝するアイテムになると思います。で、ここね、タイヤ、これね、空気が入ってます。これ、ね、タイヤの中空気入ってるから乗り心地もいいし、パンクはどうなんだろう。パンクはね、これ確かにシュアルベのチューブが入ってるのかな。1AV っていう、バルブがね45度に曲がったチューブが入って、これもねチューブが入手可能なので、あの当店で注文できます。でここもね、なんていう生地かな、なんかトラックの後ろの荷台のホロっていうんですか、ああいう感じのすごくね頑丈な生地を採用してるんで、まあ、そこそこ耐久性 OK なんじゃないかなみたいな。でもねこれをねガチで使ってる人が、まあ、僕の自転車仲間は1人いるんですけど、そんなに大きなダメージで壊れてるのないし、結構ねその人使ってるし、その人が一番ねこれ多分日本で一番使ってるんじゃないかと思いますけどね。この前の倉橋島のキャンプもねこれ使ってきてたし、だから1個の、まあ今回小径車にねパッとつけましたけど、まあ、もちろんね、ロードバイク、マウンテンバイク、グラベルバイク、まあ、クロスバイクなどもあの全然つけることできるの でね、このアダプターだけね持ってれば、もうサイクリンググループでね3人ぐらい持ってれば、ちょっとお前今度引いてやみたいな、そういう昔のなんかランドセルのカバン持ちみたいなね、そういうゲームもできるかもしれないんで、今思いついたけどね。ちょっとこれバーレーのトラボーイで、今後はね僕のサイクリングこれ極力持っていくようにして、みんなにもあのなるべく引いてもらうようにしますので、そのためにはなんか大きな荷物、ラジコンとかね、もう今更だけどラジコン多分ここにうまく積んだらね10台ぐらいは積めるんじゃないかな、10台ぐらい。なんならこのまま自立するから、もうラジコンの操作するとこまでってこれ立ててね、ラジコンのケースにもできるし、そうラジコンに、そうラジコンだな、ラジコン。あとはね、前の知ってるお客さんだと、あの畳めるサップをここに積んで、あ二の島だったかな、でサップしてる人もいましたね。そういう風にとにかく何でも使えるトレーラーなので、もし前後キャリアつけたい人、まあ、現在、まあ、荷物が僕みたいに荷物がめちゃくちゃ多いサイクリストは、まあ、一個これ候補にしてみてはどうでしょうか。はい、ということで、バーレートラボーイ、これお店でいつでも置いてますので、もし購入希望の方、あとね借りたい人もどうしようかな、レンタルしようかな、レンタルしましょうか。で県外の人もそうだ、レンタルしようか、もしなんかそういうのあったら全然やりますんで、 ある程度お気軽に公式 LINE でお問い合わせください。で僕が使ってる時とか、まあ、あんま使わないけどね、どうしてもお店で見たい人いたらそっち優先するので、なるべくそうだな1週間単位ぐらいでレンタルできるようにしますので、ぜひぜひお問い合わせお待ちしてます。はい、あとね注文できますうちでね、はい、で金額はねこれ、ね、税込み5万5千円で、送料ねちょっと高いんで、まあ、5千円ぐらいかかるかもしれない。でもぶっちゃけねいろんなところで買えるんですよ、あのアマゾンとかね、どっかのショップ、楽天とか買えるんだけど、いや N モンさんやっぱり有力な情報があると、まあでもせっかくだったらこういう動画撮ってくれてるし、 N モンさんのところで買おうかなっていう人はもうぜひ当店で
買ってください。はい、そうすることによって来年も YouTube 撮る原動力になりますんで、はい、それでは、購入お待ちします。はい、そうだ、写真撮るか、レンタル用のレンタル。オッケーオッケー。